校の時は周りからもスーパーだって言われてたんですよ。長い。もうショック。不倫したら脳震盪だな。ただそのチャンスを自分の中では掴んだと思ったし。横須賀出身。横須賀出身です、うん、はい。まだ J リーグなかったでしょ。なかったです。僕がで、J リーグできたのは、小学校6年生の時です。うん、5歳で始めたんですけど。チームに入ったらもうすぐ5歳。そうです。で、いや、その頃なかったんですよ、うんうん、小学校1年生から6年生までだったんですけど、まあね、僕が行ったことによって幼稚園の、年代ができたというか。ああ、他の子もじゃあ入りたいって。そうです、そうです。で、僕はでも幼稚園のチームってよりは、うん、クラスってよりは1、2年生が一緒のクラスだったんで、うんうん、最初行って先輩たちいるわけじゃないですか、はいはい、先輩って言ってもまあその当時2年生、うん、ですごい何も知らないじゃないですか、うん、でみんな練習をこうその当時、まあ、横須賀シーガルスというチームなんですけど、はい、個人練習すごいするんですよ。ドリブル、リフティング、うん、パスはしないっていう感じの。ああ、よくあるんですね。でだったんで、はい、もう何やってんのか見よう見まねでやるんですけど全然できなくて、うん、当然2つ上の先輩たちは練習やってるからうまくできるんですよ、うん、いや、あいつ下手くそだぜって言われたの覚えてますね。なんかああ、そうだよね。はい、そうです。こんな中でやるんだと思いながら、うん、でも次の日試合だったんですよ、うん、で、それも覚えてるんですけど、で試合に行って、まあ、ゴール決めることはもちろんサッカーだから、うんうんうん、まあ、ルール他には分かんないし、うん、でとりあえず試合出たんですよ、うん、で何か分かんないですけど、もうとりあえずあのゴール決めようと思って目の前に来たボールを、まあ、ゴールの近くだったんで、うん、バーンと蹴ったんですよ、うん、そしたらキーパーがこうやって構えてた股をコロ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 ってゴールして、うん、だからサッカー始めて2日目でゴール決めて、うん、もうそれでもうわーってなって、そっからですね。もう楽しいな、楽しいな、練習はじゃあ平日っていうのはあんまなかったの？平日なかったです。あ、じゃあもう土日だけ？土日だけです。へぇ、平日何？平日は。小学校とか上がったら平日？そうです、そうです。小学校はもう朝7時半ぐらいにもう学校行くんですよ。うん、で、ランドセルしょってくじゃないですか、うん。で、教室に行くまでがめんどくさいんで、うん、もう下駄箱にガンって置いて、ランドセル置いて。はい。で、ボールを自分で持ってって、うんうん、で、仲間と一緒にサッカーやって。なるほどね。で、朝やって、授業やって、うん、で、なんか中休みとかあるじゃないですか、うん、ね、そこにまたやって、で、お昼休みやって、うん、放課後やって、うん、っていう、もうずっと練習はないんですけど、うん、あ、じゃあ仲間と常にやってたんだ。常にもやってましたね。5歳から始めたんだけど、1年生、2年生になってても、6年生以下のお兄さんたちは、やっぱドリブル、はい、ドリブルです。だから僕も指導を受けた時は、小学校4年生、5年生ぐらいになってですね、うん、パスを覚えたのは。あ、それまでパス禁止って言われてたんで。じゃあさ、パスってボール行くよね。はい、じゃあボール奪うよね。はい、とりあえず突っかける。突っかけるんです。で、取られたら、またその他の選手たちが取り返し行くじゃないですか。で、また取ったら、ドリブルして、っていう感じです。なるほどね。じゃあ一人がドリブルしてったら、はい、とりあえず取られるの待ちみたいな。待ちか、あとはそうですね、そう、ボロってこう、うん、よく低学年の頃、最近はもうだいぶ変わったと思うんですけど、うん、その頃は当時、お団子サッカーじゃないですか。うわーって集まるじゃないですか。で、だからその中で、どこにボールがこぼれてくるのかっていうのを予測し始めるんですよ。なるほど。結局、取られたものに対してまた自分が取りに行くこともそうですけど、うん、ガシャガシャってなって、ボールがこう、いろんなとこにこぼれるじゃないですか。うん、それを拾う方が、また自分のボールができるんで、だからこう、なんとなくこの辺にこぼれそうだなっていうのをこう予測しておくっていう、うん、なんかその能力はすごい、身についたなと思いますね。まあ、こぼれ球の予測とか、そうです、はい、あとドリブル、まあ、ルーツなんだね、もうね。もうベースです、まさに。じゃあ、小学校こう上がっていけば、はい、まあ、その4年生からパスを覚えるというか、はいはい、それはね、やっぱ監督から言われるの、まあ、パスも使ってもいいぞ。パスしてもいいぞ。まあまあ、そうですね。結局、3年生まではもうドリブルでっていうあれなんだ。はい、だから、結局楽しみなのは、最後のゲームなんですよ。ずっと反復練習なんで、リフティングもそうじゃないですか。で、ドリブルも、その、ラインからラインのところをドリブルするのとか、うん、あとは、マーカーを置いて、カラコンドリブルして、で、その後に1対1とか2対2をやって、で、そこでもドリブルですよね。で、最後ゲーム、はいはい。ゲームになると、まあ、その当時またパスできないっていうか、やらないですけど、はい、だけど、それだけ技術をこう、練習してると、抜けるようになってくるんですよ。そうだよね。だから、その抜いていく感覚っていうのはすごい、喜びだったっていう。それさ、抜く方は当然みんなやるわけじゃん。みんな抜くわけでしょ、はい、抜きに行くわけでしょ。そうです、ね。やっぱその勝つためにとか、点取るためにってことを本当考え始めない？考えます。
ね。だから勝つために点取るために最初はドリブルで抜き切ることだったのが、うん、まずはその仕掛けることが第一で、やっぱ仕掛ける姿勢があると相手がこうそこの守備はもちろんグッと締めるじゃないですか、うん、でパス OK だぞってなった瞬間に、うん、やっぱり周りが出せる場所が増えるんですよね、はいはいはい、で最初はそのパスって慣れなかったんですけど、だからそういう部分で言ったらこう自分のなんだろうな、プレースタイル的にはこう進んでいく道が見えたというか、うん、ドリブルがまずあって、でそれを守る相手がいるからパスを選択する、うん、でそれでパスをしてもう一回自分がゴール前に入っていくとか、かわしてシュートを打つと か、 だから選択肢がだんだん増えていったのでサッカーもどんどん面白くなっていったし、うんうん、それもスピードだけじゃないでしょ、もうスピードもあると思うけど、はい、それでね、スピードもありながらの、はい、なんかこうかわしない、まあ、あのステップだよね。そうです、もう逆を常について、うん、あと僕が得意だったのはダブルタッチっていうパターンってこう、はい、うん、やるよね、はい、あれが得意でしたね。うん、それも教えてもらって身についたもの、ダブルタッチは。ダブルタッチ、いや、もうドリブル自体は、はい、感覚です。自分の感覚。うん、足の裏使うこともそうだし、うん、アウトサイドでこうボールを押し出すようなこともそうだし、全部その基本的な技術の練習の中で、うん、全ての足の場所を使うんで。でも本当にそういう、基本的にはそういう個人技を高めるような、うん。シンプルなんですけど、それが一番身につく年代だし。そうだね。だからやっぱ現れますよね、そのプレースタイルっていうのが、その、うん、大人になっても、うん、まあそうだよね、はあ、まあこれがね、全然ドリブルしてこなかった、小学校でしてこなかったのに急にドリブルが上手くなるってことはやっぱまずないんだよね。ないですね、と思います、はあ、そうだよ、まあ、だから本当にそれが大切だっていうことを、うん、まあ難しいですよね、その反復練習をずっと続けるっていうのは。面白さはないので、うん、ただ面白さをそこで自分で工夫して見つける、うんうんうん、そうだね、一人でできるしね。一人でできます。フェイント的なものは別に特にないでしょ、またぐぐらいでしょ。またぐぐらいです。もう当時カズさんがやっぱりもうまたぎまくってたんで。これ6年生で、J リーグ開幕して、はい、その時 J リーグ開幕した時にカズさんが、はい、またぐね。またぎますね。バレーでしたから。間違いなく。何回もまたいで。っていうのがありました。でもまたぐのも、結局止まってまたぐ時と、あと相手に仕掛けながらまたぐのだと、うん、距離がやっぱり大事じゃないですか。はい、どこでじゃあまたぎ始めるのとか、うん。そういうのもやっぱり一つのまたぎだけでも、いろんなこう捉え方があったりとか、うん、まだ奥が深いなというふうに思いますけど、ね、あ、まあでもこれはもうカズさんが日本帰ってきた時、俺高校3年生ぐらいだったんだけど、まあテレビでこう見た時に何これみたいなこうまたぐのを正直初めて見た、はい、俺の先輩ってそんな人いなかったし、うん、小学校の時に、はい、まあ高校でもそんなのあんまやる人いなかったからさ、でカズさん帰ってきてそれを見た時に、え、何これみたいな、あ、そんなやんのみたいな、そうっすねやってましたね、うん、で実際俺らもちょっと真似してやったけど、はい、できないわけよ。そうですよね、やっぱ引っかかっちゃったりするんですよね、うん、で距離っていう部分で言ったら本当にこうまたいでる間に相手も寄ってくるし、そうそうそう、だからやる前からさ、はい、1対1でドリブル練習こういうことするじゃない、はい、その時さやってみようと思うんだけど、うん、もうそれは頭でかちなんだ、なんかあれどうやんだっけみたいなさちょっと待ってみたいなさ、そんなもんじゃないからね、やっぱね、僕の場合はそのまたぐってよりはそこからこうステップに切り替えたというか、うんうん、僕はその方が早かったんで、パパパっていうような、うん、その速さが自分の中では売りだったので、うんうん、またぐのは苦手でしたけどね。ああ、またぐというよりはもう、こうステップ。ステップで、はい。で、それ6年生で、まあ、カズさん見て、はい、ステップ磨かれ、はい、で、中学からは、マリノスの。そうです、マリノス、ジュニアユースのオッパマに入ってですね。それはね、やっぱテストがあるの？テストありました。はい。オッパマ。オッパマテストだったんですけど、もう本当にここだけの話ですけど、あの小学校の時はかなり周りからもなんかスーパーだって言われてたんですよ。まあそうだろうね。横須賀市の選抜選ばれて、うん、神奈川県の選抜選ばれて、うん、でそこから関東選抜選ばれて、うん、エリートじゃん。いや、なんかそういう風な形でみんなそうやって見るんですけど、うん、でも僕の中ではもっともっとレベルの高い選手をその早いうちから小学生で知ってたんで、そこに選ばれてるからっていうのもあるよね。はい、そうですそうです。だからもっと上手くなりたいっていう思いがあって、でも周りの評価はやっぱりすごい選手がいるっていう神奈川県の中でっていう形で言われていて、自分はそんなつもりは全然ないんですけど、もっともっとやっぱり成長したいし、やっぱり小学校6年生の時 J リーグできて、周りにプロの選手っていうのは知らなかったので、どうやったらプロになれるかってことをやっぱ考えてやってましたし、で単純に横須賀に住んでたんで、まあマリノスのジュニアユースに行って、ユースに行ってで、トップに行けるって、うん、もう、その、もう、単純明快な考えの中で、ね、思うよね、受験っていうか、こう、テストしたという。で、その中で、
おっぱまと新小安って当時。そうだね。はい。うん、まあ、新小安は今新横浜ですけど、はいはい、2つあったんで、うん、どっちにするかって話になったんですよ。距離的には完全おっぱまだもんね。そうです。近くに。近いしね。ただ、サッカーの質的に、新小安の方が洗練されてて、はい、どっちかというとメインだね。そうですね。そうです。本家。うん、で、おっぱまは文家みたいな感じで。はい、でもちろんどっち受かるかわかんないし、ただどっちを受験するかっていう、テストするかっていうところで、で、いろいろ考えたんですけど、まあ、当時のそのおっぱまの監督から連絡があって、おっぱまに来いって言われたんですよ。うん、地元だしな。はい。で、どうだって言われて。いや、そうですね、先輩もいるし、知り合いもおっぱまの方が多いんで、うん、いや、そういうことじゃねえんだ、みたいな。おっぱまはこういうようなサッカーをしてて、こういう、同じマリノスだけど、こういうようなところを磨けると。個人技重視で。個人技で、はい。で、そういう評価してくれてたんで、応援しますって言って。で、テストは一応受けたんですけど、うん、怪我しない程度にやれとか言って。もう OK だ。そうだ、そうなんですよ。もう当時はだから、練習なんかもですね、中学上がって、うん、まあ僕1年生から3年生の試合出させてもらってたんですけど、うん、全く身長が150センチあるかないかぐらいで、小さかった。ちっちゃかったんですよ。だからもう先輩たちみんな体が大きくて速くて、うん、だからドリブルが得意だったんですけど、全く通用しなくなっちゃって。そうだね。でも試合に出てるんですよ。なんでなのかな、なんでなのかなと思いながら、まあでも多分監督とかスタッフはやっぱり身長っての伸びてくる時期があるじゃないですか、うん、だからそれまでの間にそういうふうなこう中でも生まれて、うん、で技術を高めて、うん、っていうようなこう指導方針だったので、だから僕はおっぱまだったからこそ多分1年生から試合に出させてもらって、うん、そういった環境の中でやれたのかなと思うんですけど、まあ多分指導者の人たちからすればもう石川直は育てていきたいっていうのがあったんだろうね。そうですね。そういうふうに後から聞きましたね。そうだね。後から言われても困るんだよね。こっちは必死で。そうそうそう。中学、でも中1、6年って言うと中1って、中学生ってやっぱりボールが弱くなるじゃない。はい。もうそれはもう、あれに戸惑ったし、で、なおの時はまだそうかもしれないかもしれないけど、俺らの時は中学校のボールとか、もう革、手縫いのさ、革のさ、もう8号球ぐらいが、もう膨張しちゃうわけよ。本当磨いて、試合の時は潰していって、空気入れてみたいな。で、雨の日やったら、ぐちゃぐちゃの中だったらボール重くなる。はい、ヘディングしたら脳震盪みたいな。はい、もう本当そんな時代だったらさ、もう飛ばないわけよ。そうそう蹴っても。そこはもうすごいストレスだったんだけど。そうですね。ボールとかは、やっぱりその、J リーグの下部組織だったんで、ね、やっぱいいボールなんですよ。そうだよ。だけど僕は体ちっちゃくてパンはなかったんで、飛ばないんですよ、本当に。うん、で4号から5号に変わったっていうのもそうだし、で一応その周りは見えてます、うん、だけどボールが飛ばないから、うん、どうせ見てても蹴れないから、うん、って言って視野がだんだん自分の中で狭くなっていっちゃった、うん、運ぶ自信あったけど結局中学になって身長がやっぱりなかなか伸びなくて、うん、潰されちゃうんですよ。まあそうだね。ガツンって言ってだから何もできなくなっちゃって、でその時にやっぱり自分がその中でも試合出てるおかしいな、でも自分の中でもっともっと工夫しなきゃなと思って、まあそのボールをもらうタイミングをやっぱり周りと変えたりとか、あとはボール来た時点で僕ファーストタッチをそこですごい工夫したんですよ。だから寄せられる前に距離を取るか、寄せられた時にまたそのスペースに運ぶかっていうことを意識してやり始めたら、だん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 その自分がぶつかられなくなったりとか、次のプレイに進みやすくなってきてっていう工夫をしたのが中学校の時でしたね。だから自分のウィークポイントを自分のその新たな形につなげることができたっていうのも大きかったです。まあでもそういう意味ではまあまあ今思えばだけどね、今思えばすごくいい指導者と、そうですね、環境でやれたんだね。大橋正弘みたいに伸びなかったね。伸びなかったってやつもいるけど、まあ、彼は大橋は昔からああいう感じでしたからね。彼は彼でやっぱりああいうスーパーのさところがあるわけじゃない。いや、スーパーでしたよ。もう、だから同じ。同じ。一緒。だから、新小安は大橋です。ああ。おっぱんは僕だったんですよ。やっぱすごかった。すごかったです。そう。もう彼のスルーパス、僕、いろんな選手の、プロになってからもそうですし、うん、いろんなパスを受けてきましたけど、まあ、名だたる選手がいる中で、うん、あいつの、うん、その、浮き球じゃなくて、こう、スパーンとこ出す、はい、低いボールのスルーパスは、僕は今まで一番でした。ああそう、もう僕ら選手の間でも言ってましたけど、ああ数センチの世界だっていう。へー。だから僕はその大橋の話で言うと、中学はおっぱまで僕、うん、新小安大橋、うん、まあ、ライバルとしてやってて、ユースで一緒になるじゃないですか、うん、で一緒になった時に大橋は1年生から出てたんですよ。
マリノスのユースで。で僕は出られなくて、はいはい、同じポジションなんで。同じポジションなんです。です。はい。上がり目ってこと？もう上がり目です。サイドじゃない。はい、最初は真ん中、トップ下だったんですよ。ああ、そうなんだ。で、ユースになって、大橋がずっと出てて、3年生の試合もずっと出てて、なんならもう高2ぐらいの途中から多分、サテライトだったりとかっていうふうに行くような。で僕はもう試合出られません。で、このまま大橋に負けるのかって自分の中ですごい悩んでたんですよ。うん、そしたら、当時の、ユースの監督が樋口さんだったんですよ。今、琉球の監督されてる。樋口さんに呼ばれて、で、お前、右サイドプレイしてみないかって言われて。うん、今まではちょこちょこやったことはあっても、ずっと固定でやることなかったんですけど、うん、俺はもうその時点で大橋に負けたと思ったんですよ。なるほどね。まあ、もう負けてるんですけど、試合出てないし。だけど、自分が試合出るためにはポジション変えなきゃこれダメだと思って。っていうのが一つあるのと、あとは、まあ、サイドでプレイすれば、その真ん中でパスをするパス出すじゃないですか。うん、まあ、出す側と受ける側になるんで、うん、受ける側の気持ち側理解できれば、うん、今度自分が真ん中戻った時に、ね、出す時に、サイドの選手の気持ちが理解できて、あ、その選手に合わせてパス出せる。っていうふうな自分に言い聞かせるように、サイドに転向したんですよ。高2の冬休みに。呼ばれて、それは樋口さんが、監督がいて、強化部長がいて、強化部長っていうか、まあ、育成部長か、いたんですけど、もう行って、面談するんですけど、三者面談的な。まあ、親はいないですけど、もう、コーチ陣。まあ、プロになれない。言われたもん。ショック。ズバッて言われて、大学考えろって言われたんですよ。僕からしてみたら、うん、まあ、結果も出せてない、サイドでプレー、今し始めてる、うん。それ言われるのは当然なんですけど、うん、でも、あと1年はないにしても半年以上はその高校3年生であるじゃないですか、はい、それがあるにもかかわらず、まあ多分今の時点での評価としてズバッと言われたんですけど、僕の中では受け入れられなくて、いやまだあと半年以上あるのにそんなこと勝手に決めんなよと思って言ってないの言ってないです言ってないの、あ、言ってないです、うん、だけどそれがエネルギーになったんですよ、うん、よっしゃここからもうギャフンと言わしてやるみたいな、で、ここ3年生なるときに、古着でその合併なんですよ。おー、そうかそうか。98年とか。99年か、うんうん。それが僕は高校3年生のときですよ。やっと、試合にじゃあ、サイドでちょっとこう、体も大きくなってきて、で、走ることが多くなってきたんで、走ることが、距離が伸びて、うん、で、その頃足の練も走の遅かったんで。あ、そうなの？ 1 年生から6年生、小学校は、ずっとリレーの選手で一番だったんですけど。うん、体力はあった？あったです。短距離も速かったんですよ。だけど、中学から、周りがみんな大きくなって、僕身長がなかなか伸びなかったんで、うん、本当は学校の体育の授業とかでも、部活やってない子に負けてたんですよ。へぇー。夢の中走ってるみたいで。でそれでドリブルもできなくなってて、結構悩んだ時期だったんですけど。だけど、サイドやり始めてから身長も伸び始めて、走るようになって、ここでなって、はい、スピード出てきたんで、うん、で大橋のスルーパスがとんでもないスルーパスなんですよ。もうあいつの感覚でボールを出してくるんで、うん、僕はその感覚に合わせて走ってなくちゃいけなくて、うん、だからもう今でもはっきり覚えてるんですけど、うん、もう数センチのその世界なんですよ、パスを出すところが、うん、合わせるって感じよりは、うん、このボールに合わせろっていう、うん、ボールを出してくるて。また昔のヒデみたいな。そうですそうです。うん、はい、ああいう感じでダーンって出してくるんで、で最初追いつけないんですよ。うん、でもそういうのが続いてて、で、ああまた追いつけなかったって言って振り返ってごめんって言おうとしたら下手くそっつって、へー、大橋に言われたの、大橋に、次大橋こんなに嫌なんですかもう言いますけどね、ああそう、はい、下手くそって言って、もうこっち向けないんですよ、うんうん、もうボール出ちゃってるの見えたから、もうこうやってさっさ帰ってるんですよ、うんうん、で一言下手くそって下げんなよって、それもモチベーションで、うん、このボールをいかに追いつけるかっていうふうなことをしてたら、予測して走れるようになって、大橋のボールに追いつけるようになって、うん、大橋のボールすごいいいボールなんで、そこから自分がゴールに向かっていけるとか、うん、クロス上げられるような、そういうスタイルに変わったんですよね。うん、で、そうなってて、高3になって合併したんですよ。うん、そしたらまた、フリューゲルスの選手たち来るじゃないですか。そうだよね。試合出られなくなったんですよ、また。で僕はだからポジションがなくなっちゃって全部。真ん中もない。大橋いる。右サイド、飯田広隆いる。なんもうセンターバックやってましたからね。あ、そう。はい。高校3年生の春の遠征で。へぇー。今までサッカーをやめようと思ったことが2回あったんですよ。
1回目はプロになってその怪我をしてサッカーがこうできなく引退間際のそのちょっと前ぐらいですかね、うんうん、リハビリして1年ちょっとしてまたもう一回怪我しちゃってもう難しいって思ったのが一つと、その辞めるはもう引退するってことだよね。もう引退するってことです、はい、でももう一つはその高校3年生の時なんですよ。センターバックやって、でプロにはなれないとその半ちょっと前に言われ、で進路も考えるじゃないですか、そこでどこに流れるか考える、そうかん、あ、それも考えました。考えるよね、はい、いくつかそういう部分で話を聞かなきゃなとか言ってみなきゃなって思ってたんですけど、でも諦めきれなかったんですよ、自分の中では、うん、やりきってそれでもうダメならっていうの正直あったので、うん、でクラブユースが夏の全国大会が8月か7月にあるんですけど、うん、そこの2週間ぐらい前にその飯田博多っていうやつが怪我したんですよ。おらきれい来たと思ってそう思うよね、はい、もうここしかないと思って、うん、そこからもうブワー活躍してもう右サイドガンガン行ってゴール決めてアシストしてあったん で、うん、でその後に最後夏帰ってきてベイブリッジカップ行ったの、あまりにその気合入りすぎてクラブユースで半月は怪我したんですよ、うん、ボワーって腫れちゃって、うん、で痛みもあってもう血抜きながらでも死ぬ決まってないからもうやりきる、で帰ってきてベイブリッジカップの前も病院行って注射打って、うん、で終わってそこでトップの練習に参加することが決まって、で練習参加しててで、そのプロ契約が一応そこで認められたっていう流れ。その時監督誰もありますね。監督は、デラクルスですね。まあその翌年が僕がプロになった時はアルディレスになるんですけど、うんうん、デラクルスが99年はだからデラクルスとボールをこう蹴ったのも今でも覚えてるんですけど、練習行った時にで呼ばれてさ、もしかしたらダメかもしれない。ああ、そう、それもあるんですね。はい。ドキドキだね。いや、ドキドキですよ。まあでも、ダメ、もともとダメだったっていうところだったんで、うん、もうそれでダメならしょうがないなっていう。ただ、自分の中では、そのやりきった感はすごいありました。これでダメならもうしょうがないっていう。ただ、そのチャンスを自分の中でやっぱりね、掴んだと思ったし、うん、こういう話っていうのはなんかこう、今でもいろんな形でこう伝える今機会が多いんで話をさせてもらうんですけど、どこにチャンスがあるかわからないし、諦めなかったしね。そうそうです、諦めないで続けていくとそのチャンスがなんていうんですかね、現れ始めるというか、まあそれをつかめるかどうかは自分次第なんで、まあある意味引き寄せてつかんで、多分どっかで腐ってたらね、右サイド行って、そこで腐ってたらダメだったし、そうです、センターバックやって、そうそうそうです、ちゃんと動きも見てなかったらダメだし、そうなんです、ね、全部が繋がってる。はい、で、まあ、その小原くんが、怪我して、はい、ね、ラッキーで。その怪我もね、確かにもうなんか、なんか起きんじゃねえかっていうぐらいの感じで思ってました。そう、なんか起きるっていうのは、なんか自分にとってチャンスが来るんじゃないかっていう、うん、そのチャンスがどういうチャンスかわかんないですけど、でもこんだけやってたら何かしらあるでしょっていうぐらい、うん、やった。やりましたね。はい、へー、でも偉い。いや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 、もうそれしか方法がなかったんですよね。そうだね。もうやりきる。だから本当ギリギリだったんです、僕プロになったのは。そういうところでしたね。そうか。でもまあ、やっぱそこはさ、マリノスっていうか、その下部組織にいるからそれが意識してやれるっていうのと、はい、まあ、俺はやっぱ高校サッカーの人間だから、うん、まあそういうんじゃないじゃん。なんかプロ、まあ俺というプロなかったからだけど、はい、なんかこう上に行くっていうのも、基本的に、あ、大学に行ければいい。サッカーで大学に行ければいいみたいなさ。そんなまだ時代だったし、うん、その先にね、まあ、日本リーグっていうのはあったけど、まだそんなの考えられなかったしさ、やっぱりそういう意味では J リーグができたっていうのはすごいね。一番僕らの世代は影響を受けたと思います。まあ、僕はそこの国立の93年の5月15日もいたんで。あ、そう。はい。マリノスのゴール裏にいたんですよ。サマリオで。いや、違います。スタンドですけど。あ、スタンドなんだ。はい。チケットがたまたま手に入ったんですよ。へぇー。で、僕行ったんですけど、うん、マイヤーのシュートがズバーンってこう、はい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 、自分の方に来て、もうだからあの雰囲気を肌で感じて、うん、まあ、ゴールもそうですけど、その前の川口さんのそのスピーチもそうだし、うん、あと J リーグキングがニョギニョギニョギってこう出てきた、うん、で、スタジアムが暗くなってこう、バーってきらびやかなこう、レーザービームがバーって、うん、で、パーンってなって選手がこう入ってくる。うん、で、カズさん好きだったんで、うん、で、まあマリノスも。マリノスの選手は誰が好きだったの？マリノス水沼さんとかですね。そっか。まあ、
った時、まあ、水島さんは結構もう、もうそうですね。まあ、ラモンディアスいたか。ディアスいましたね。あとは、ビスコンティ。ビスコンティ、あとは、エバートン。エバートン。で、後ろは井原さん、大村さん、勝也さんとか、そっか、松永さん。鈴木正治さんとか。そっか、若くて正治さん出てた。はい。まあ、あと松永茂達さん。カジさんとか。カジさん出てた。カジさん出てたかな。出てたと思いますね。出てなかったかな。でもいましたよね。そうそうたるメンバーだね。まあ、ラモスさん。もう両方すごいですからね。もうでも、俺が高校生の時ぐらいは、もう、読売と西さんっていう二強だったから、ね、それがもう、Jリーグ始まっても当然同じように感じで。そっか、見に行ってたんだ、あれ。見に行ってました。もう衝撃受けました。俺テレビで見てて衝撃受けた。何これって。いや、すごい。もうここに立ちたいっていうふうに。あー、そっか。で、本当にその小学校6年生の時にこうパーンってスイッチ入って、うん、でそのさっきの話じゃないですけど、こう引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。